はい、始まりました企業明細チャンネルです。今回は NPO 職員正社員の方の企業明細をいただきました。この方は勤務年数8年目です。で、仕事内容が地域コミュニティの支援活動、餅つきや町会運動会や歳末夜景などの活動支援となっています。仕事に必要な資格やスキルがコミュニケーション能力、問題解決に向けてどの公的機関のどこの部署に相談すればいいかなどの知識や経験、勤務時間が月250時間で残業は40時間となっています。で、次に企業明細です。基本給が27万3000円、所定外賃金が1万6000円、家族手当が1万円、運動手当が5000円で、休日手当が2万4000円、解禁手当が3000円、総支給が33万1100円となっています。で、控除が健康保険、年金、雇用保険、所得税、住民税で、合計が5万8087円で、差し引きした手取りが27万2913円となっています。で、この方の年収が450万円で、ボーナスが夏20万、冬30万となっています。あれっすね、 NPO って営利目的ではない市民の団体みたいな感じっすよね。けどあれっすね、実際は年収450万、まあ多いか少ないで言われたら平均なんですけど、結構もらってますね。かなり利益を得ている団体でした。ちょっと悲しいです。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。